よし、行こうか。やれやれ。ああ、油断しないで。言われなくても。さらに行くぞ。行くわよ。やれるわ。見えてもし。さらに行くよ。見えろ。終わりよ。ここ。よられた。こいつ。突っ込んでくるぞ。それを止めるためにこの盾がある。分かった。任せたぞ。真の強い。まだよ。ファーストエイド、マグナレイ。相変わらずのデビューね。マグナレイ。変わってないね。前から良かったってことに。いけるぞ。マルガン、これで終わりだ。よし。シオンの炎と俺の技合わせれば何倍もの力になるわ。なあ、シオンの武器はどこから来るんだ？どこからってどういう意味？戦いになるとどこからともなく現れるじゃないか。ただの転送技術よ。普段は虚空に沈めてあって必要な時に呼び出すの。分かった？分からないけど、すごいな。え？だっておかげで重い武器を持ち運ばなくていいし、敵に奪われる心配もないんだろう。すごい発明じゃないか。あなたダナでしょ。敵の技術を褒めるの変か。技術は技術だろ。敵も味方もない。それはそうだけど。何？ああ、さて。ああ、分かった。先を急ぐわよ。ようやく出番だね。他にもいろいろできるし。さらに。
炎よ、よく炎の盾につき現れた。どんな手札を これは価値があると思うわ。ここは戦いやすそうだ。キサラ大きいもんね。盾のこと、やるしかない。炎よ、こういう炎よ、どうか爆発する。ここは私の出番。炎よ、こうも飛び回られてはな。分かってるわ、私が落とす。突進は私が止める。お願い、来たら治癒の口よ。ファーストエイド、傷を治すわ。ファーストエイド、炎よ、行くわよ、終わりよ。治癒の口よ、ファーストエイド、治癒の口よ、ファーストエイド、マグナレイド、行けるぞ。見たか。見てたぞ、空振りするところ。見たんじゃねえ。この先どんな出会いが。ズーグルだろ。いや、そう、もっと先の。敵の気配はないな。よし、行くぞ。
カジカ、この前取っておいた野草が。大丈夫よ。場所だな。せめてあなたは爽やかに頼むわ。努力しよう。リンウェルってさ、戦闘中によくブツブツ言ってるけど、あれって何言ってるんだ？なんで？気になる？あ、気になるっていうか、結構乱暴なこと言ったりもしてるし、日頃の鬱憤を呪文にしてるのかなって。親父のバカ野郎って叫んで気合い入れるとか、そんな感じか？ないよ、そんな栄称。あれは、その、なんとなく相手の雰囲気に合わせて言ってるだけで。相手？あ、だからその魔法の属性の精霊力っていうか。精霊力？お前精霊力と話できんのかよ。そういうわけじゃないんだけど、言葉に感情を乗せるとうまく働きやすいから。なあ、精霊力と会話できるんなら、明日の天気とかお宝が埋まってる場所とか聞けるんじゃね？ちょっと本気で信じてないでしょ。悪い奴がいる場所に雷を落としたりとかさ。天雷の裁き、サンダーブレード！あっぶね！何すんだよ！うるさい奴がいるところに雷を落としました。なあ、ティオハリムのあれってどういう技なんだ？あれではわからんな。どの技のことかね。あ、なんか街中とかでさ、話しかけた相手が好きだらけになることがあるだろ。何のことかわかりかねるが。あれは垂らし技というんだ。自分の外見や声の質を最大限に生かして相手の心を縛る特殊な技だ。人聞きの悪いことを言う。私ではなく受け取る側の問題だろうに。
でもやっぱり何かあるんだな。どうやったら使えるようになるんだ。俺も気になるな。何か特別な修行があるのか。そうだな、常に優雅であることを心がけ、後ろ向きな考えを持ちながらうんちくを語るあたりが初歩だろう。言いたいことがあるなら直接言ってはどうかな。感心しているだけですよ。他意はありません。ねえねえ、アルフェンとローの様子がおかしいんだけど。変な姿勢でよくわからない話を始めるのよ。何か変なものでも食べたのかしら。どう責任を取るつもりだね。そこまで本気にされるとは思いませんでした。反省します。なあ、たまにはあっちの道を進んでみないか。道ってどこに道があるんだよ。道は道でも獣道のように見える。どこに繋がっているか分かっているのか。俺の勘では橋だと思う。フルル？フルルが違うって。そうかな、方角的には合ってると思うんだが。街道が必ず安全というわけではないが、あえて道なき道を選びたがるのは何なのだろうな。挑戦なのかしら。時々とんでもない場所を通ろうとするわよね。崖崩れの後、道だと言い張って飛び降りた時は驚いたぞ。なあ、なんかすげえ楽しそうだったな、あの時。アルフェンって道案内には不向きだよね。なあ、あっちの道。どうしたものかしら。わざわざ遭難の危険に挑まずとも、挑まなければならない問題には事欠かないはずだわ。このまま街道に沿って進むのが良さそうですね。おい俺は壁を壊す。ふるるー。